やー、随分やったサな。イバリアン！様が魔空の首領、ドン・ホラーか！小僧！ドン・ホラー！行くぞ！一対一で勝負だ！行くぞ！コンバットスーツのドン・ホラーを倒せ。ちょっと待って、どうやって戦うの？あ、こういうことか。こういうことだよね。これでもヒットポイントかな。少ないからやばいですね。やばいっていうか。難しいでこれ。結構減らしたけど、半分ぐらいは。半分、3分の1ぐらい減らしたけど。満タンやったらいけそうやけどなぁ。ヒットポイントが。減った状態ですからね、これ。やっぱやられるよね。やば！しっかりして！あ、これ満タンだったらいけそうですね。サイバリア！魔空の首領、ドン・ホラーか！小僧！ドン・ホラー！行くぞ！一対一で勝負だ！行くぞ！満タンですね。満タンなら倒せると思いますよね。小僧！小僧っつってもな。これね、捕まえられたらね、しばらくこうなっちゃうんだよね。あともうちょっとですね。はい、倒した。魔空空間か。魔空の力、思い知るがよい。どうだ、小僧。これがラスボスか。ドン・ホラーの首。強いな。うわ、強い。浮いてるからね、当てにくいんですよね、これ。強いな、やっぱり。さすがラスボスやね。
な、強えな。あ、負けだ。やば、しっかりして。これどっからやろうな。こっからか。強えわ。絶対食らうやん、こんなん。なかなか近づけないな。向こうのヒットポイント減りもそんなに激しくないからね。隙がないんですよね、攻撃を。どこ向いとんねん。あかん。この必殺技当てるしかないような気がするんですよね。なんで出ないの、そういうとこに限って必殺技が。1ヒット今当たりましたね。でもこんなに食らってたら意味ないな。連発で当てないと勝てないよな、これ。あ、出ない、もう出ないな。ただもうゲージがもう限界ですね、これね。いや、半分しか減らしてないけどな、まだ。ダメや、これ。負けた。やば。いや、これはちょっと無理かな。ちょっと無理ですね。難易度高すぎますね。ラスボスだけ極端に難易度高かったんや。これ当てられるもんな。無理だと思うで、これ。あれ、避けるの無理だと思うんですよね。これはちょっとな、予想外に強いわ。
れてする隙ないもんね。こっち食らう方が多いからね。それは無理ですわ。隙がないからな。なんか光線を打ってきた後ぐらいが好きかなって気はするんですけどね。それを見つけるのが大変かなっていう気がする。近づけば近づくほどね、危険になるから。半分は減らせるけど、なんとかね。いや、これは無理やわ。ちょっと強すぎるわ。半端ないわ。やばい、やられる。あー、やられた。惜しかったなー。しっかりして。いやー、これは強えなー。やっぱ一番強いっすね、今までの敵で。ラスボスですから当然ですけどね。もういきなり食らってるもんなー。なかなか出ないんですよね、これ。しかもまた、今回ボロボロや。全然向こう減らしてないのにこんな食らってるから。あんな出ないな、出ないつか当たらないな。全然減らしてないもんな、今回は。かな。これでラストにしますね。これで負けたら終わりにしますね。これはちょっと無理だと思います、これね。これも最後の戦いですね。これで負けたらね、ゲームオーバーというか、もう終わりにしたいと思います。何回とも同じですよ、これは。強すぎます。
かなか当たんないな。もう出ないのか必殺技が。食らった。いい感じなんやけどな。今のところ今までで一番いい戦いしてる気がするけど。これおそらくね、この後のね、ステージもあると思うんですよね。まだもう一段階ぐらい。それと、そうなると回復すると思うんでね。あかん、食らうな、やっぱり。やっぱりな。あともうちょっとじゃないかな。強い強い。あともうちょっとないけどな。おい、なんで離れたんや今。あのまま攻撃したらよかったのにな。よし、やっと出た。これで倒すんか。いや、これで倒したんか。そうか、この後まだ戦いあると思ったけど倒せたですね。ドンホラーで倒すことができましたけど、これギャバン編これでクリアってことになるのかな。あとシャリバンとね、シャイダーもありますからね。コム長官、紹介しよう。今度地球地区担当になったシャリバン。君はあの時のシャリバンです。よろしく。そして君は銀河パトロール隊の隊長に昇進した。え、俺が。おめでとう、ギャバン。よかったわね。これからもお世話になりますよ、隊長。ギャバンの活躍も、バキュはドンホラーとともに滅びさった。だがまた、いついかなる悪の組織が、この美しい地球を狙わないとも限らない。新たに仲間たちが割ったシャリバンと、これからも地球の、そして宇宙の平和を守るために、乗着せよ、銀河パトロール隊隊長ギャバン。そして宇宙刑事シャリバン。これでギャバン編クリアで、今度シャリバン編に入るってことですね。はい、じゃあ今度これイガデンでいきますね。やられたけど生きてるっていうね。ちゃんとねアイキャッチが出るところが凝ってますね。やっぱでもね、大場健二さんが一番有名なのかな、この3人の俳優の中ではね。もっと早く変身しときゃよかったのにね。
てる名所を知りない。はい、出てきましたね。待っていたぞ、ヤマン。ドン、ほら。久しいな、シャリバン。魔王最高。来たか、シャイダ。今少しで完全体になれたもの。大抵を組み合い。来い、来い。さあ、前回ここでね、戦う前にね、終わっちゃったんで、でも強いですね、やっぱりね。3人いますからね。各作品のラスボスですからね。うわ、強いな。めっちゃ強いな。うわ、強っ。あ、元戻った。あ、めっちゃむずいやん、これ。これはむずいわ。これしばらくね、あ、やばい、やられた。他の2人が戦ってるところをね、見物して僕はね、2人がやられてからね、戦おうかなって今思ったんですけど、やっぱそれでもダメですね。こっち、僕もやられますよね。強いな。こう正面から行ったらダメやね。あいつは。火吐いてくるやつは。後ろからとか狙った方がいいですよね。ああ、もうシャイダーやられてますよ。動かないもんね。同じ技ですね、ジャバンと。あ、今剣持った。なんかボタンを押したら、そんなこともできるんや。あー、難しい。めちゃむずいな。これはちょっと無理かもしれない。これでも選べないんですね。また3人選び直しできないんですね。なんか剣今持ったな、一瞬。どうやってやったんやろ。剣を装備したんですよね。そんなことができるんですね。どうやってやったんやろ。剣持ったんですよね、さっき。どうやってやったんかな。なんかやり方があるんですよね。説明書見ましょうか。剣持ったんですよね。剣があるんだったらそれ使った方が絶対いいですよね。攻撃力ありそうですから。
あ、レーザーブレード、あ、レーザーブレード、あ、三角ボタンを押すだけでいいの。そうなんや。全然気がつかなかったけど、あ、ほんまや、知らなかった。これは絶対これ使った方がいいやん。じゃあギャバンのことからそうすればよかったんや。じゃあ他の二人もね、レーザーブレード装備すればいいのにね。正面からこうやったら絶対だやばいよ。サイコ倒せそうですよ。やばいやばい。サイコって、うわ、強い。こいつは、あれですよね。やば、うわ、めっちゃ食らったやん。首雷めっちゃ強いな。サイコ倒せそうやったけどな。惜しかったね。あ、当たってない。後ろから狙った方がいいな。狙うなら。あー、強いな、この攻撃。めっちゃ減るもんな。サイコが一番弱いんちゃうの？そんな気がするけど。もう倒せそうですよ、サイコ。倒した。サイコ弱いな。これはサイダーの敵ですからね。はい。あと二人ですね。ちょっと、ドンホラーをその時に狙うか。ちょっと、クビライ強すぎるな。クビライ一番強いな。ドンホラーやな、次に倒すの。ドンホラーどこや？シャイダー強っ。もうドロコラもクビライもまだそんなに減ってないからね。ああ、元戻った。あ、そうか、列が元に戻ったのか。うわー、強えなー。とうとうやられましたね。うーわー、やっば、強すぎるやろこれ。うわぁ、これは無理やわ。これは無理ですね。ここまでかな、進めるのはおそらく。それとも難易度イージーにするかな。その方がまだいいかもしれない。これ普通でやってますからね。イージーにしよう。どうしてもダメならね。それしかない。難易度下げるしかないよ、そうなってくると。これね、ガードとかないからな。
もダメージもろに受けるしかないんですよね。これ一人倒したか。やっぱこいつは弱いな。一番弱いですね。防御力がないというか。今のはギャバンが邪魔やったね。ギャバンが邪魔してたね。ぐらい倒せそうですね。うまくいけば。あ、剣装備するの忘れてた。お、また2体目倒した。ぐらい倒しましたね。許さんぞって言いながらもやられてるというね。あとドンホラーだけですね。ビデオビームだ。ビーム弾やってくれた。やばい。でも倒せそうかもしれない今回は。もうドンホラーもわずかになってきたし、ヒットポイントが3人ともまだ生きてるし、いけそうですね今回は。これ逃したらもう勝てなくなるから、今回は勝たなきゃ。やばい、これシャリバンがやられたら話にならんから、ちょっとあと2人に任せましょう。あ、でもギャバンやられちゃったね。ちょっとすみませんが、見学させてもらいますよ。やばい。やばいやばいやばい、ちょっと待って。あ、倒した。よし、倒せました。かなりね、コンピューターにやってもらった感じでしたけど、今回は。やっと倒しましたね。間一髪、三大組織復活を未然に阻止した宇宙刑事たちは、この勢いに乗って一気に暗黒銀河女王と決着をつけるべく最終決戦に臨もうとしていた。果たして女王を倒すことはできるのか。戦え宇宙刑事、勝利の日は近い。刑事、勝利の日は近い。この次がラスボスってことかな。終わったのもまあ、よくもやってくれたね。こうなったら今度はこの私が直々に相手をしてやる。生きて帰れると思うなよ。うわさあ、どれぐらい強いんでしょうね。はい、いやー結構ね手こずりましたけど、なんとか倒しましたね。はい、F か、まあそりゃそうですね。はい、じゃあまたこれでいきたいと思います。暗黒銀河女王との決戦を迎えた宇宙刑事たち、最終決戦が今始まろうとしていた。チュー！ドーン！チュー！
暗黒銀河大決戦。もう一人の宇宙刑事。俺たちがいる限り、貴様の思い通りにはさせん。今こそ決着をつけてやる。行くぞ。調子に乗るな、小悪魔ども。私に勝てると思ってるのか。ラスボスするんだね。そうだ、相手一人ですからね。まあでもこれおそらく第二形態があるかもしれませんからね。当たってんのかこれ。当たってないやん。どういうこっちゃ。3ヒットって出てるけど減ってないよ全然。ん？何？なんてやつだ。まるで手応えがない、うん、このままでは時間の問題で俺たちは。はい。あ、また選択できんの？じゃあ今度これにしようか。ああ、これはあれなんや。仲間、一応仲間なんや。バリアが。何？ハンターキラー、貴様またしても恨みるつもりか。お前の仲間になったつもりもないが、この私を恨みることの愚かさを思い知るがいい。これであれかな、攻撃が効くようになるんかな。まあ効きますね。でも倒せそうですね。もうわずかになってきましたね、ヒットポイントが。強い。あともう一発ぐらい倒せる。調子に乗るんじゃないよ。でも第二段階ありそうですね。ああ、回復しよった。第二形態。うわ、全体攻撃や。半分ぐらい減る。あ、もうやられた。強いな。
強っ。強いな。その攻撃のなんか威力がかなり強いですね。これが第二形態よな。これが強いよな。これはね、離れてても当たるのか。これで二人やられるもんな。全然減らへんな。半分やもんな、やっとこれで。後ろから狙えんちゃうのこれ。やばい。あー、惜しいな。結構きついねこれね、思ったより。ギャバンとサイダーがね、第3形態で死ななければいいんですけど、だいぶね。
第一形態はもうノーダメージで行くくらいじゃないときついよな。あ、でも回復するんですね。そうか、回復するけどもやられるんですね。おい、シャイダン何やっとんね。広範囲に食らうからからどうなるんやな。遠くにいれば大丈夫ってわけでもないんやね。どこやっとんね。厳しいなぁ。いい絵ですね。これね、難易度下げましょう。ちょっとそれじゃなくて無理かもしれない。全然増えてないな、倒してんのにね。なんで増えないのかな。クリアしないとあかんのかな。イージーにしましょう。キーアサインタイプ。音楽の音量、効果音の音量。これでいいか。はい。でだいぶ違うかなと思います。今度ねシャイダーでやってみましょうか。暗黒銀河大決戦、もう一人の宇宙刑事。覚悟するんだね。そうだ、はい。ないからとりあえずデモが出ると。はい、まだサイダーできますよ。はい、これですね。イージーですからね。さっきと全然違うとは思いますけど。確かに敵のヒットポイントの減りが激しい気がしますね。
とりあえず逃げといた方がいいですね。でもそれでも食らうな、ある程度吸い込まれるんですね、これ。当たってないやん。さっきのイージーとノーマルの時と比べたらまだ2人も生きてますしね。まあ、またやってくるか。吸い込まれるからね、これ結局当たってまうんですよね。でもダメージがさっきのね、ノーマルの時と比べて小さいですね。二人やられましたね。まあ、全然違いますね。やっぱり、倒しやすい感じしますね、こっちの方がだいぶね。惜しいなぁ。やられた。もうちょっとやったのになぁ。それでも負けるんですからね。やっぱイージーでちょうどいいぐらいですね、これね。そうだ、クライムドクター、ファイナルキック。もうできればこの時ノーダメージでいきたいですけどね、第一段階は。絶対食らうよな、でもな。最初にこれやってくるんですよね。ジャバンとシャリバンも食らってないですね。ああ、食らった。はい。ダークレーザー。あ、またやってくる。またやってくるな、これ。どうしても食らうな。
すごいなやっぱり。カッターみたいなやつが一番ダメージがまだマシな気がする。これが一番マシな気がするね、攻撃と敵の攻撃の中では。あー、やばい。惜しいなー。イージーでもこの難易度かー。もこれはダメだ、これを耐えないといかん気がするな。俺はこれをノーダメージでいけば倒せる気がするんですよね。あれをノーダメージで受けきればね。あれ食らうからダメなんですよね、おそらく。ヒットポイントが足りなくなるんですよ、あれ食らうから。セリフを向こうが言ったら必殺技を打ってくるっていうね、っていう傾向があるんで。またやってきた、またやってきた。これなんか向こうが喋ってきたら必殺技を、今回はちょっと無理やな。まだまだヒットポイントあるもんな。やっぱりな、惜しいな。いやー、これは強えわ。イージーでもこのレベルではもう、それはノーマルじゃ無理ですね。そうだ。ちょっとここはね、あの二人に任せましょう。ヒットポイント温存するためにしょうがないですわ、俺は。二人にやってもらうしかない。第一段階は第二形態でね、ヒットポイントを温存するためにちょっとここはね、あえて叩かないことを選んで、あの二人にね、頑張ってもらうしかないです。これも作戦の一つですよ。
申し訳ないですけどね、お二人にはちょっと頑張ってもらって、僕はね、逃げとけます。よし、これでいいですね。はい、これでをね、避け切る。あー、食らうな、どうしても。あのダメージは無理なのかな。絶対食らうな、これな。ここもちょっとあの二人に任せましょうか。ある程度ダメージ与えてもらって、で、やられてから僕がね、動くという感じで行きましょう。その方が賢いかもしれない。一緒にね、やってたら一緒にやられるだけやから。ギャバンにね、裁判やられましたね。ギャバンやられましたね。じゃあ動きましょう。ああ、やってきた。食らうな。やっぱやられますね、これね。絶対食らいますね。抜けることできないようになってんでしょうね。でもこんなね、結構やばいからな。あかん、それでもダメか。厳しいな。じゃあこれ次でちょっとダメだったら諦めますね。はい。いや、無理なもんは無理なんでね。そうだ。ライムバッター。はい。まずはあの二人に戦ってもらいましょう。ライムバッター。イージーでもこんな難しいんやもんな。ラスボスはもしかしたらね、難易度関係ないのかもしれませんね。ラスボスだけはね、イージーだろうがノーマルだろうが強いってことかもしれませんね。あの二人に頑張ってもらいましょう。食らうな、どうしても。ギャバンやられましたね。シャリバンはヒットポイントが結構まだあるから、
やられましたね。今回ヒットポイントありますからね。あれやってきましたね。よし、抜け切った。この攻撃はまだいい。ちょっとないけどな。いや、今回はうまくいけば倒せるかもしれませんね。当たらんかったな、久田さん。あ、やってきた。いや、今回遠くやったからよけられたな。よし、倒した。レーザーブレード。まあ最初からこれやればいいんだよっていう話なんですけどね。はい、いや倒しましたね。なんとかやっぱりデーモン閣下に似てるような顔が。倒してまうんや。なんてやつだ。ふん、私に逆らうとは愚かなやつ。さあ、どうする宇宙刑事よ。このままだと本当にバード星がこの世から消えてしまうぞ。決まっているだろう。お前を倒し、スペースカノンの発射を止めるまでだ。お前たちにそれができるかな。翔さん、はい。あ、時間制限があんの。2分で倒さなあかんってこと。Oh!
ここで倒されるんや。じゃあラスボスが違うってこと。